まあ、ここも伊藤がしっかり張り付いているレオライオンズ。ショットクロックが少なくなっているが、ここは決めていきました。堀川隆一さんです。第一クォーターの印象いかがだったでしょうか。さあ古川、おー、ここはいい形、奪い取って富山、レオライオンズ上がっていく。ここは強いところを見せた。バスケットカウント。安岡、野本、ここも富山がきっちり守って攻撃を遅らせているが、あ、時間ギリギリのところ決めてきました。コールビー、そして安岡です。遠い距離、リバウンドはウィリアムス。第2クォーター最初の得点は秋田です。クーパーズノーロック、ライオンズこの距離からも打てる。決まりました。伊藤、カーターから回してウィリアムス、決めてきました。いいドライブですね。はい、さあ、打ち続けてきました。落ち着きを取り戻せるようなプレーというのは一つ作ってもいいのかもしれません、はい、はい。まあ、細かく言えば違うのかもしれませんけど、阿部回していきます。水戸、前には安岡、水戸がどうだ。ここは得意の左から、積極的ですね。はい、打っていきたいという形でスタートした第3クォーターではありましたけれども、あ、こういったところを生かしていきたいところです。ここは余裕があります。ライオンズ決めた。これはいい形での第3クォーター終了になりました。富山思いますか。はい、昨日とはかなり秋田はこうペッパーズから菅沢も今日プレータイムが長くなっている。ライオンズこの距離から決めてきた。さすがですね。古川、ここもおー、ペッパーズいい守り。そして葛原、いやー、素晴らしいブロック。それも言っていられないキャプテンです。はい、あっと、この距離、なんとすごいですね。ペッパーズファウルもちょっと怖いですよね。はい、昨日もオルトン選手がファウルトラブルで、今日は女子選手がこの時間帯、はい、あのコートに立てなくなるっていうのはやっぱりちょっと、時間は2分40秒切りました。あ、ここはおー、いいスティールになった。カーター、いいですね、出ていきます。前には安岡ついています。残り1分半切りました。決めてきました。すごいですね。もう残り時間はほとんどありません。これでゲーム終了です。